こんばんは、くまと申します。アダムとイブとさまよいし箱舟パート6の方を始めていこうと思います。よろしくお願いいたします。で、本日は、前回に引き続き死ぬまで探索っていうところと、あとはガチャ、まあいつも通りしていきましょう。で、友情ポイントがやっと1000貯まりましたので、無料の1回と11連、あとはプレミアムガチャのチケット1枚でガチャをしていこうと思います。それではまず友情ガチャからやっていきましょう。星2ですね、これは。お、子猫。子猫は最終的にちょっと育てる予定がないですね。では11連ガチャ。お、星3。何が出る？ハムスターかなんかしかいなかったよね。タマムシ、甘エビ、タマムシ、子猫、お、ゴーレム。ほー、ヒグマ、お、ヤッキー。タマムシ、コウモリ、子猫、甘エビ、蝶々。お、初めて見た気がするな。では、プレミアムやりましょう。そろそろ星4欲しいな。ただ、まあ、前回言った通り、なんか、一箇所に固めるっていう方法を取るなら、星4じゃなくてもいい気がするんですが、やっぱり星4が欲しいな。狼が欲しいんですよね、個人的には。ではやりましょう。うわぁ、星2か。わし。オッケー。じゃあ、ヒグマを、一括合成で、ヒグマに入れてきましょうか。ポンポン。で、ヒグマだけは残すようにしようかな。ポン。ん？あ、5体までか。合成確認。は結構1000かかるな、やっぱり。ちょっと待ってよ。1000かかるよね。で、ライオンはというと、ポンと。3000。あ、そんなに変わらないな。うわ、どうしよう。ヒグマ育てるべきか、ライオン育てるべきか。ライオンにしようか。ライオンにしよう。じゃ、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。あ、いいや。一回合成して、値段が変わらないか見てみようか。1、2、3、4、5。もうちょっと選べんだよな。まあ、いいや、ちょっと実験なんで、まず5体。5体合成すると3795かかります。では、金貨合成して、ほいっと。で、また酒場で一括合成。ライオンに1、2、3、4、5。あ、やっぱり合成するたびにお金取られんのか。はぁ。やっぱ能力の上がり幅でお金がかかるっぽいですね。まあいいでしょう。そうか。能力の上がり幅でお金がかかんだったら、結構やっぱ999にすんのはきついな。なるほど。なるほどね。まあ、今いるメンツ合成しちゃいましょうか。とりあえず。まあ、ヒグマは残しといて。うわぁ、結構金かかるなぁ。ポンと。ヒグマは残しとこう。これでもうお金27509に減りましたもんね。で、レイドチケットも10枚しかないんで、まだお金には変えられないと。
なるほど。では、まあ、いつもの舞台、ハムスター以外、ハムスター以外がレベル50代のパーティーで、今日も、この海中都市ムトラ、こちらを回っていきたいと思います。まあ、死ぬまでやりましょう。OK。これワンパン攻撃、応援呼ぼうか。まあ、ちょっと人が来てくれるかはわかりませんが。まあ、来てくれたらラッキーですね。うわ、もう、ダメが27とか食らうもんね。半端じゃねえよ。お、ハムスターレベルアップ。いや、半端じゃないよ、これ。うわ、なんか強そうなの来たな。じゃあ、ワンパンして応援要請。うわ、32。ひどいダメージだな。やっぱこれは完全にレベル不足なんですかね。それとも、もう一匹合成にして、能力をどんどん上げて、もう強くしていくしかないのか。まだ3ステージ目なんですけど、もうきついですもんね。うわー、結構なんか、仕様がよくわかんねえな。どういうのがゴールとしてふさわしいのか。難しいなあ。じゃあ探索を続けましょう。いや、ここでね、アーティファクトが40個必要なんで。40個ってきついよな。何日かかんだよって感じですね。まあ、こまめにできるだけやって、動画の方はしていこうかなと思うんですが、まあ、どうしてもね、やってるゲームが多い分、なかなかね、時間が割けないっていうのが現状です。ちょっとどれかやめてもいいんですけど、どれも今のところやめたくはないんですよね。うわ、もう終わっちゃう。敵強いな。はい。いや、レベル足りないのか、50代でも。マジか。ワンパン攻撃の応援して、これで終了かな。あちゃー。はい。では、ご視聴ありがとうございました。また次回、よろしくお願いいたします。失礼いたします。